じゃあ行きましょうか。じゃあ、はい、行きます。担当屋。すいません、呼んでいただきありがとうございます。すいません、本当。よろしくお願いします。一番最高新記録4枚なんですよね。ワンチャン俺負けるね。フルちゃん負ける。フルコンボだと、ゆうきさんが確実に負ける。フルコンボだと何があれね。フルコンボだと。うちの班長に時代と逆行してるお仕事だよね、タレントだよねって。そうだね、逆行してるね。え、逆光だと思ってんの？結構飲んだわ。だって見てこれ、これ3杯目？もうしょんべん色だもん。例えが良くないですよ。どんな顔で言うとんねん。いや、例えが良くないですよ。もうそれそう、顔とか練習した方がいいかも。俺でよく顔の練習してるんだけど、表情筋がさ、やっぱ大事で。コロッケみたいな言い過ぎだけど。まあでももうガナガチ間違ってない。あのほら、ちいちゃんで言ったらバタって倒れるし、あのびっくりした時のびっくりの絵、みんなでやろう。テレカメ、テレカメ、ダメだ、テレカメ。俺一番最初に太鼓やった時に、あのお師匠に言われた言葉、照れるな。でちいちゃんがほら倒れた時に、死にましたーの時の顔、もうほんと死にるもん、っていう顔ね。それ大事だよ、確かに。そう大事。このセクシーな顔しよう。やらせんなよ、セクハラじゃねえかよ。セクハラではない。ありですね。はい、分かりました。全然セクハラではない。セクシーな顔。キモキモ天才。上目遣いね、OK。いや、キモいぞ、じゃあ。スリー、ツー、ワン。え、かわいい。いやいやいや。かわない。何今の、何言ってんの。ベロの盛り合わせ。おいしそう。まだ食べれないんだ。すごいね。これもう無理。これ飲ませてあげたい、お前に。飲んであげたい。アルコール消毒の味する。これ美咲ちゃん3杯だな、俺の予想。いや俺あともう 2杯ぐらいいけると思ってる。最近でもマジで酔っ払ってても、母さん普通に会話できるのよ、マジで、今まで会話ができないって覚えてる会話。すごくない？進化じゃねえこれ。大丈夫？リアルゴールドのサワー、リアルサワー、カルピスのサワー、じゃあ、はい、ガチサワー。え、これはゲロの予兆か。これもう限界だよ、これ限界、これ限界だよ。はい、ウェルグラップは、はい、ギブアップですね。いや、まだ大丈夫。どう、まだ大丈夫、どう、まだいける。こっから面白くなってくるから、こっから寝るんじゃない。ビーフユッケ、このまま食べるってことですか。そうそうそう、焼くんだよ。焼くんですか。焼くユッケっていうやつ、あの炙るのこうやってシュッシュッ。本当だよ、そのまま食べれるよ。どっちが本当ですか。中本ちょっと焼くんですよ。焼かないよ、そのまま食えるよ。食べますか。あの、そのまま食べる。シュッシュッと。どっちですか。俺を信じろ、僕を信じろ。信じないんだ、生肉だよ。飲んでない人の方を信じる。じゃあさ、芋はさ、焼き芋しないでそのまま食べる。食べない。だから焼きユッケっていうやつか。じゃあ本当に焼くんですか、これ。そうだよ、炙るの。5秒炙るの。1、2、3、4、5、それで食べるの。焼きユッケっていうのこれ2名目だから覚えておいて。はい、次から来るときに焼きユッケっていうのがあるんだよって教えてあげて。いや、これ焼かないもんだから。どっちでもいいんだよ、もう酔っ払ってから。酔ってる企画はあんの？若干。今日俺お持ち帰りしていいですか？ダメです。やめてください。会社的に。じゃあ今度ね。今度もダメです。酔っ払いになってるけど、持ち帰りされないで気をつけてください。はい。じゃあまだ食べ足りない？え、嘘、結構食べたよ。俺の3杯食べてるよ。そんなことないですよ。ちょっとね、シェリー、ちょっと怪しくなってきましたね。よく言うぞ、これ。あともう一杯だ、これ。このカルピスサワーがなくなった頃には。で、俺さ、お前とさ、こんだけ飲んでるけどさ、関係行ったことないね。ある？俺が全国旅立つ3日前に北千住で。あ、行った。30分で出た。日本酒を俺が飲んで気持ち悪くなったから。めっちゃシャンパンとワイン飲まされて、でしんどくて、うわ気持ち悪いと思ったら、女の子の店行って、そこで日本酒出ないっつってまた怒って、それですぐ帰って、でカラオケで熱燗飲んで気持ち悪いシャンパン。そうだ、ただ今可愛かったよ。俺の3倍食べてる、マジで。シーザーサラダください。サラダおもろいな、お前。結構食ってるよ。いや正直言うよ、結構食べてるよ。結構食べてるよ。トイレ行き過ぎだろ。お前もそろそろアウト出すからな。これはアウトよ。いや、まだですね。ちなみに僕はほろ酔いになってきました。美咲ちゃん、この後カラオケ行くぞ。なんでですか。嫌なの、この後何、男と予定あんの。ないです。
じゃあいいじゃん。帰って寝るだけです。じゃあ行こう。世代合わなくないですか。バカなのお前。世代が合うとか合わないとかなの。カラオケってジャニーズしか知らない。うん、なるとな。よくわかったね。いやだから悟空な。辻さん2人いるのよ。ピコロピコロ。いや太陽圏だ。え、ゴンさん。すっごっ。あのじゃんけんすごっ。よし、レーガンだ。ついてこいよ。そうです。お前さ、酔ってるよね。酔ってないですよ。酔ってるよ、100%。いやこれ分かんないです。分かった、分かれた。メリーポピンズ。酔うとなんか食べるみたいで、これを今から食べるんですよ。本当にいける？いけないだろう。あれ、ご飯は？全部食べましたよ。本当に？余裕なの先生。余裕もありますね。おもちゃん何杯？俺たぶん今4杯目。見て、目アウト。まあそろそろアウトだね。美味しかったですか？美味しかったです。もう見てるだけでお腹いっぱい。アウトアウトですか？何も反応もしないの？何も反応がない。こいつ何なのマジで。ずっと食ってる人。だってアニメの話わかんないんですもん。いや、コナンの話だよ。工藤官吉しか知らない。それ工藤官。あ、そうだ、工藤官九郎だろ。官九郎か。分かる。こち亀だよ。こち亀か。その前一個前が やってんね。やってないね。一個前で、それでコナンと協力して勝つわけ。でそれでその人誰だか分かってなかったの。ただの大学生ってはずだったの。アウトー。寝ました。寝てないです。寝てたんじゃ会話をじゃあ言おうか、うん、あの人の会話でしょ。アウトじゃない。いや、思い出せる。ちょっと待って、アウトじゃないよ。アウトだよ。ブロさん、アウトじゃないですよね。今のセーフですよね。ユウキアウト。セーフ。アウト。言い訳していい、うん、これ濃いよ。同じ4杯でも、この濃さはアウトではないです。両方アウトできるモノマネ言ってください。モノマネ？ああ、モノマネ言ってください。ようなんだって、ジャニーズでもいいよ。なんか唯一モノマネ自信持ててたのがスティッチだったんですけど。あ、やってみてあ、じゃあ、みんなでスティッチ、美咲ちゃんから。はい、スティッチのモノマネ。スツ一貫スツッツ、どうなったの？ハンマー。ああうん、いや、具合悪くない。具合悪くない、スティッチが。ちなみに、これ今アニメバージョンのスティッチなんですよ。似てたよ、似てた。似てたよ、似てた。スティッチ似てた。そっくりだった。自信持ってた通り、スティッチ。じゃあエンディング撮ります。ということで、一人酔っ払ってないで、審査員。これどっち酔ったっていうところなんですけど、結論言いましょう、結論。お願いします。美咲ちゃんが先に酔いました。でもその後寝ました。一瞬だよね。あの、ひろゆきみたいになるけど、俺は寝たか寝てないかを聞いてるんで、一瞬か長いかは言ってないです。でも酔っ払ってないんだよね。今回の趣旨は酔っ払った方が、まあ確かにね。でも酔ったとこあるの仕方ないよね。寝ちゃったら。でも酔っ払ってないのに、この人はもうだってもう完全になって、もう雰囲気が違うんだよね。さっきから2時間タン噛んでます。カブトムシ飛んだ。カブトムシ飛んだ。今5分ぐらいです。噛みすぎだよ。キシリトルぐらい噛んだ。まああの酔っ払ってんだから。酔っ払ってないと思う自分が。なんかやってます。眠くなってくるタイプだな俺は。でもあのヘビー系になってないから。そうね、はい、ありました。俺より食ってんじゃん。本当ですか。こっち見るなマジで。ガンにするなマジで。結構見るよな本当な。見るなんでそんな見る。あと距離が近いのよ。すごい近い。本当バグってんのよ。バグってない。みんなで飲んでる時もその距離なの。勘違いさせる男やめた方がいいよ。気をつけろそれ。今日距離近かったやんって言っても襲われちゃうぞ。そんなことされたらしてたら。前回ですね、あのライブの時にですね、この人がですね一緒に寝てる発言をしたんですけど、誤解なので、え、マジでこの社長やばいんじゃないって思われたくないので言いますが、誤解でございます。一緒に寝てるのは語弊生まれ。隣に寝てますので。
いや、誤解されたらまずいから、ちゃんと言ったら。いやいや、もう言ったよ。セカンドパートナーセカンドパートナーする人は、たぶん PE の人。美咲ちゃんは、やっぱり娘だよね。そんな感じで、よし、結婚するか。すいません。セカンドパートナーで。すいません。ハードパートナーで。もっといいです。はい、じゃあ、俺だったらいい。結構です。結構です。まあ、美咲ちゃんが、負け、酔っ払って。負け、うん、はい、負けで、俺が勝ち。これなんかあったかな、俺。楽しみにしてるわ。ということで、今回は趣旨としては、まあ、酔っ払いました、一緒に酔っ払ったらどうなるとか言って言ってましたけど、軽い忘年会です。はい、忘年会です。ちょっと、ね、最後趣味でもらって。はい、ということで、NBA ボクトリは、こういう感じで、楽しくわちゃわちゃしながら、楽しい会社でございますということで、皆さんもぜひね、NBA ボクトリにご就職して、新しいメンバーになっていただければと思います。もれなく、アルバイトも俺がずっといますので、楽しく飲んでたら、楽しく遊べたらいいと思います。お前がいたら楽しいわ。はい、今聞きましたか、ね、美咲ちゃんとじゃ楽しくないけど、俺といたら楽しいってことが明確になりましたので、そういうことですね、はい、そういうことです。美咲ちゃんはつまんないということで、はい、あなたはボケ殺しです。自分で言い始めた。ボケ殺しです。そうなんだ。ということで、俺がなぜかどうかしてみるのかもですけど、おのおのの TikTok、YouTube、はい、サブスクもやってるので、ツームのと、放送時をお願いします。オープンチャットもやってますので、皆さんぜひとも参加ください。二度とオープンチャットに入ってくるんじゃねえ。俺がオープンチャット荒らします。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。どなると気に映ってないか。ちょっと待って、締めさせない。ここで重大な発表があります。お、この度、はい、園芸ファクトリーは、はい、10周年になりました。え、なんで10周年、11周年記念として、記念として新しい報告があります。お、新しいチャンネルができます。お、その名も動物園を作る。とうとう来ました。はい、とう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 始動します。来年に始動しますので、それの報告と、あと、もう一つ報告があります。ゴミ目はね、重大発表あります。あと何日ってやってる、あれの答えを言いたいと思います。今ここでちーちゃん、引退します。っていうやつだったんです、もともと。なので、1年かけて、全国ツアーしたいと思います。これ重大発表。なんですけども、ここで訂正があります。ちーちゃん、この度、引退しません。え、これが、まあ、第3の発表ですね。はい、あの、花と1年間ずっと一緒に3人でやったんですよ。デイザルの幸せを考えたら、10年で引退させて余生を過ごさせるっていうのが幸せかなと思ったんですよ、正直。なんですけど、3人に行った時に花をかばってあげたいとか、頑張ったりって時に、チーがみるみるですね、元気がなくなりました。なんで、必ずしもそのやんないことが幸せっていう、あの、聖太郎みたいね、ではなくて、あの、チーの中の幸せって、多分俺と一緒にずっといること、一緒にショーやってるっていうのが幸せなのかなって思ったんですよ。だから引退して弱るぐらいだったら一緒に連れて行きたい。なので引退ではなくて、このまま続行で一緒に回りたいと思います。ちょっと真面目な話になっちゃう。全く言うかね、父が引退しねえな。そういうことで、ちょっと皆さんにね、あの、1年、あと1年って言って、あの、いろんな方が見に来てくれたんですよ。引退詐欺みたいになりたくないなと。だけど僕自体は10年で引退する、あと10年ぐらいで多分引退するんですよ、芸人としては。父の幸せを考えた時に、必ずしも引退が幸せじゃないと思ったので、そういう決断をさせていただきましたので、申し訳ないけど、はい、あの、引退させません。明日、あ、ちょっと違う、来年も普通に行きます。君たちみたいです。もうこれは撮った後にはもう多分知ってると思うんですけど、皆さんね、そういうことなのかと思っていただければと思います。しかも今回俺ら今までさ、こうやってやってたじゃん、ただカメラマンとかなしやったじゃん。その新しいチャンネルはテレビ関係のクルーをがっつり入れられます。いい、プロデューサーを僕で行くんですか。プロデューサーもいます、ちゃんと。僕じゃなくて、はい、じゃあ僕はもうカメラマンも編集もできないとなると、立ち位置的にはもう引退、僕もです。はい、ということでね、今までこのね、チャンネル、実はですね、このチャンネル僕がいなかったらできてないチャンネルなんですよ。
実は解説は僕がしておりまして、はいはいはい、皆さん感謝してほしいんですよね、はい、僕がいなかったらボロボロされちゃうのではないわけです、はいはい、なので今引退ということなんでこのチャンネルを俺が責任持って削除します。やめてください頑張ってください、はい、じゃ最後にさ、ボロボロのさ、いいところをちょっと言ってこいよ。悪いところで会話するって俺は好きじゃない。でもさ、いいことはさ、気持ちよくなることって俺いいと思うんだよね、はい、そもそもいいところは男気がめちゃめちゃアシスタントしてもらってる人に私じゃ対応しきれないところをバッサリと対応しきってもらったりとか、結構頼りになっている部分があるんで、大人気だね。本当に兄弟子っていう感じ、ね、園芸ファクトリーとか関係なく、こいつは多分腐れてずっと付き合っていくだろうなみたいな、俺に対してあうんざりしようが多分巻き込んでいくと思うんだよね、ずっとね、永遠にね。美咲ちゃんが一人で上としてやってるけど、こいつがいないと成り立たないなって思う。俺自体がズバズバそんなに言うタイプではないから、ちゃんと言えるやつだなっていう印象だよね。さきちゃんはね、本当に僕は努力家だと思ってくじけないで頑張ってほしい、このまま。今すごい努力家で頑張ってるみさきちゃんだから、この後後輩が来ようが偉くなっていようが努力家で頑張ってるみさきちゃんであってほしい。頑張ってるみさきちゃんが俺はすごく素敵だと思う。あー、確かに。生意気クソ生意気俺に甘えっぱなし、前の会社厳しい会社だったの、めちゃめちゃ、はい、自分の会社になった時にそれはしたくない、まあ、もちろん指導してる時は厳しいかもしれないけど、普段は別に厳しくするつもりはなくて、クソ生意気とかブレーコーみたいな俺のことを、まあそういう目で見てくれてるのかなって思ってるから、まあこのままでいいんじゃないかなとは思うんだよね。さっき努力家っていうのはこれは間違いない、すっごい真面目、真面目でコツコツできる、これね案外できないのよ。で真面目に努力家ってこれって才能だと思う。トレーニングの才能はなし、これは多分俺以外みんななし、なくていいの、全員なくていいんだけど、全員ね、俺以外師匠しかいない、マジで本当に真面目にコツコツできる、これを継続し続けるってむずい、でもそれをちゃんとできるっていうのはやっぱりいいなと思った。本当に雇ってよかったな、ね、俺ね、辞めても何でもいいと思うんだけど、うちを通して人生を豊かにっていうのがテーマだから、それをちゃんとやってもらいたいなと思うよね。じゃ あ、俺の、あのお前から見た俺、絶対にいいことしか言っちゃうんだからね、絶対に。まずゴミでしょ、クズでしょ適当でしょ、うん、でいらない、まずいらない、いらない、時間ルールだよね、うん、すぐ休む、すぐ予定変更、休んでない、それは無理があるぞ。俺何件断られたと思ってるの、あれ来週って入ってたよね、俺退屈に帰ってなかったから、あこれ今言いたいところ言い訳、いや言い訳ではございません。でもあなたから提案してるんで自分で退屈に入れろよ。じゃあお前が入れるべきだよ。はい、始まったね。こういうとこが好きですこれを言い合える関係、お前めっちゃおもろい、はい、これを言い合える関係ってのがね、やっぱね好きなところですね。こうやって言い合える関係いないです、俺は。俺がね、素直にあんまり変換しないで言う人ってのは俺本当にトリカブトだけなんです。マジで、そうなんだ、意外だわ。家族抜いたら一番信用してんじゃない。20歳の頃にユキニーの猿回しを見て、本当に定点の霹靂の人はまさにこういうことだと思うっていうぐらい稲妻走ったの、初めて人生でこういう人になりたいって初めて思った。マジで、そう、初めて聞いた。動物的な猿回し以外何もできないよ、まあ、そうなんだよ、だからね、そこなんですよ。本当猿回し以外本当に何もできないです、マジで。マジでできないです。本当に必要ないと思うこと何もできないんだ、この人マジで。人としては終わってますから、それは間違いない。あの、美咲ちゃん聞いてない。俺美咲ちゃんから聞いてないんだよ、そういえば。一回も聞いたことないな。言うもんならお前だ、誰から目線だって言われる。言わないよ、俺そんなこと言ったことないそんなこと一言も言ったことないよ、マジで。そんなパワハラみたいな言ってしまえば、上司と部下の関係だからなのかもしれないですけど、ちゃんとダメなものがダメ、いいことはいいかって言ってくれるじゃないですか。思ったことを全て言ってくれるから、私としてはすごいありがたいなっていう思いがすごい。それご用意とか、人の気持ち考えられない人なのに結構やってるよ、俺マジで。だから俺すごいなと思う、そこも。こんなに人の気持ち考えられない人がよく美咲ちゃんのことよく面倒見てるなと思うサムと一緒だよねいやいやいや、ずっと観察するよね、マジでね。ちゃんと言われてんのか、言ってるのか。これ1年に1回さ、みんなのいいところはちょっと言い合うって面白いでもこれ言ってさ、誰もさ、あの不幸になってる人いないじゃん。だからすっごいなんか恥ずかしいけど逆にこれいいと思うんだよね。やりましょう。でもここに次はほら、これあかりちゃんがいるわけですから。そうです。あかりちゃんいるよ。そうだよ。あともう一人誰かいるかもしれない。かもしれない。そうだ、休憩入るかもしれない。入るかもしれない。